さあさあ年末ですよ。ほんまですよ。29日って服を作って言って餅つきしません？あ、そうなんですか。餅つきする日なんですか29が。そう、昔よくやってたよ。ほんまですか。周り、家の周りの人たちが集まって、はい、でちゃんと、今そんな家の近所で餅つきなんかやってるとこなんかないでしょ。ないね、本当に。学校とか幼稚園とかそういう行事ではやってるからね。あるけどないわ。だって、うん、うちらでもおばあちゃんおじいちゃんおった時は、うん、そのおばあちゃんおじいちゃんの家で、うん、いとこばーって集まってしてたけど、うんうんうん、たもうじいちゃんばあちゃん死んでしもうなら全然せえへん。しませんか。せえへんせえへん。あんなあの薄とかあるとこ知らないでしょ。うんうん、どなんあんな置くとこったら1年2回しか使えへんのしょ。またかさばるで重たいし、ね、直しとくようなな、うん、5点があればいいけどさ。5点そんなことまた宝くじ当たらない。また戻っとるよね。ほんまに。ほんまやね。今年1年間どうでした。いや楽しかったよ。楽しかった楽しかった楽しかった。クリスマス一人で暮らしてもって。一人違う、一人じゃないよ。友達ちゃんと一緒に楽しく楽しかったですか。そう飲み会ね。はい、そう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 、それはしたからね。いや、どうでした皆さんは。楽しかったんですか。今年は楽しかったね。楽しかったよ。これも順調に来てますやん。順調にこのこう皆さんと一緒にこうね、そうそう春先から楽しく、楽しくそうそうやってますしね。ね、うん。今年のなんかあれ、なんかあれ今年の一文字を表すのとかようありますやん。ああ、どうですか。清水寺で今年はやっぱ絆とかなってくるんじゃないの。やっぱり地震の関係があったから、ね、やっぱその辺やね、うんうん、なでしこジャパンは、うん、頑張ったよ。取ったね、あの名前、うん、なんか流行語大賞、そう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 、ラブ注入とかもありましたもんね。あったね。だけど、うん、注入されたいわ。待って待って、いらんこと言うてもた、いらんこと言うてもた、ぼやみ出した。注入されてないですか、長いこと。ないなぁ、ちょっと誰かないんかね。年の暮れにえらいぼやげられてましたね、この人。おかしいよ、楽しかった言うてるはずやのに。何なんこれ。なんかぼやぼやが残ってる。そう、残ってたんかな。今一瞬吐き出したんかもしれん。もう終わりですか、それ。大丈夫、これで来年に向けてすっきりしました。すっきり爽やか。ほんまがいいな。ほんまよ、来年はもっともっと楽しくね。ね、さらにちょっと注入されんとね。うんうん、そうやね。そうですよ。どうですか、年末は忙しいですか皆さん。ね、仕事を納めて皆さんいつぐらいなんですか。もう終わってますね、私はね。終わってる。私ももう、うん、さっさと終わった。さっさとさっさと終わらしました。さっさと終わらしましたよ、本当。もう12月半ば入ったらもうすっと。お正月はゆっくりしはるんですか。お正月はゆっくり、うんうん、最近はやっぱりほら子供ショーみたいなね、そのイベントに MC 行かないから、もうすっかりとお正月はゆっくり休むって決めてるからね。あの子供ショーみたいなの言うたらもう週だ、正月1日から1日からやったよ、お若い頃は。うわ、ずっと僕昔ウルトラマン蹴ったことあるんですけど。あらま、なんてこと。悪役で。いや、ちゃうじゃん、子供の時に。ウルトラマンや、怪獣役で出たんだ。蹴ったらウルトラマンに怒られてんけど。怒るウルトラマンもウルトラマンでしょ。いや、でもウルトラマンいたとか言うんじゃん。いや、子供に怒ったらあかんでしょ、ウルトラマン。あかんな。蹴る方も蹴る方やけど。どつき回してたんだな、ウルトラマンがどつかれてもええんじゃん。いや、あかんでしょ。だって強いんやからさ。うん、でもウルトラマンにそんなことしたらさ、うん、帰ってしまうよんで。ジュワーって。いや、帰るとこ見てみたいやつ。ジュワーって帰ってくれるやつ。ほんまに帰るとね、ショーに出てけへんやつ。いやいや、正月から仕事とかな。うん、大変ですか。大変じゃない。仕事してはるんですか。してへんよ。いや、大変やろなって思って。旦那さんはもう家に、家におるおる、もう早いたいのに。ねえ、もう用ないからいつでも仕事来てくれていい。それ聞きたい。旦那さんが家にいるのどういう気持ちなんかなと思って。おれへんもんだって。もう私は子供と一緒に学校のお母さんと遊びに行くから。あ、年末年始も。年末、いや、だって年末年始、年末から年始の、うん、実家や、どっちかの実家行ったりとかするからさ。うんうんうん、そうそう。ほんで間、まあ会社が休みの後だから、お正月が終わって、うん、2、3日はもう自由行動。自由行動か。みんな自由行動。トラさんの家で旦那夫婦の会話はありますの。夫婦の会話でどんな会話してはんの。逆に聞かれたね。逆に何が夫婦の会話なん。でも子供の話が多いね、やっぱり。そうやろ、だって2人で行き詰まるもん。詰まったんだよ。詰まったかいやん。で、ないやろ。でもそれよく聞くよね。ないって。だってうちの子は土曜日学校やからさ、うん、普段
うち旦那土曜日も大概仕事には行くんやけど、うん、休みの日やったらめっちゃ喋ることないから私寝てこうって言うからなもう寝るしかない、洗濯もしたらちょっと帰ってくるぐらいまで寝るわって言って、ほんまうわないないない、でも子供の話とかしませんの、こうやったとか、うん、そうよ、だって言うてもしゃあないやん、えなんでなんでえ言って解決できひんやん、うちの旦那は、いや一緒に話し合ったらなんかさ、うん、ええ案が生まれるかも分かりませんよ、いや絶対無理だもん、もうなんかもう喧嘩するやん、なんかもう言い合いになってくるやん、だんだんと、えトラさんのところは喧嘩になる方、喧嘩になる、えトラさんも言いたいこと言う、言う、私めっちゃ言う、旦那も言いたいこと言う、言う言う、ああ喧嘩になんねや、喧嘩になって、もでもそういうとこってすぐまだなんかいつの間にや仲直りしてます、うん、いやうちはだから出張とかが多いから、うん、喧嘩したまま出張行って、うん、もう帰ってくんなと思うねんけど、で帰ってきたらもう普通になってるやんそのめっちゃ長引くっていうのはないな、うん、もう出張行ってしまえばもう普通に戻って、うん、普通になって帰ってくる、うん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 、喧嘩してもね、喧嘩しても、うん、ごめんとか言えへんの、ごめんはない、両方ない、ごめんはない、普通に、うん、出張なかったらえらいことになるね、ほんまやね、出張なかったらえらいことになる、もう帰ってくるなちゃん、実家帰っといたらみたいな旦那が言うね、私は帰られん言うねあやっぱ強いわ、トラさんが強いから、強い強い、うん、もう今日もずっとぼやいてあるもん、ぼやいてへんよ、だから売り切れ取ったところからぼやいてるぼやいてへんよそう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 や、そうか、喧嘩になってトラさんも謝ることもせへん、ないだって私悪くないもん、いや、じゃあ旦那も悪くないもんっていう話、いや、あいつ悪いもんだってそれから喧嘩っていうのはどっちかの意見だけでは誰なんですか、ちゃうちゃうちゃう、あいつが悪いで、娘さんがそこでまあ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 とかないですか、うちの子はだって私が強いのしてからお父さんまたお母さんに怒られるでっていうのがまたカチンってくんねんか、ほんでうちの子に当たるから当たらんで子供に当たんねんってまたそこからやんでも一緒一緒、うちもせやもん、そうやろ、あのお母さんに怒られるでって、そうやろ、すごいな、年末の最後の最後こんなそうそうそう、しゃあないじゃあ、ま、吐き出した吐き出した、また来年ですよ、ほんまですよ、良いお年を、良いお年を